どうも、令和北南の河野です。万劇おうちご飯ということで、今回はですね、コンビニで売ってるようなサラダチキンを作りたいと思います。鶏の胸肉を用意してください。鶏にこうやって穴を開けることによって後から味をつけるんですけども、より鶏に染み込みやすくなりますので、このジップロックのようなですね、ちょっと厚手の袋に入れてください。次は味付けをしていきたいと思います。まずレモン汁が大さじ1。オリーブオイル、こちらも大さじ1。コンソメ、こちらは小さじ1。砂糖、こちらも小さじ1。塩、これは小さじ2分の1。そしてニンニク、こちら大体まあ1センチから2センチ。ブラックペッパー、これも適量で構いません。締めまして、そしてもう結構こう一気に揉んでください。全体に馴染むように、このように空気をねしっかり抜いて密閉するようにしておきましょう。30分で味が染み込みますので、では30分ちょっとね置きたいと思いますので、その間我々の YouTube チャンネル北南チャンネルをご覧ください。どうぞ。どうも、令和北南の村です。どうも、令和北南河野です。コンビ組んで12年、はい、やってないこと何かなっていろいろ考えまして、コンビでまだしてないこと、はい、セックスやけど何かあります。気持ち悪い。いつかすることもないですよね。旅行してないと。旅行ロケで遠出とか、はいはい、あロケで泊まりで、まあ、旅行したことないな。プライベートの旅行ってないな。今回はレンタカーを用意しました。はい、どこにも。さあ皆さん、北南チャンネル楽しんでいただいているでしょうか。間もなくね30分が経ちますので、これを茹でるためにですね、このお鍋に水を入れてお湯を沸かしたいと思います。ではお湯が沸くまでの間、北南チャンネルの続きをどうぞ。どこ行くか。これは作家津村君が作った金星、はい、北南ウォックスです。これ何、どういうこと？だから北に行くのか南に行くのかを決めよう。大阪より北か南か、うん、ここに言うといろんな、さあ皆さん30分経ちました。北南チャンネルのね続きも気になるところですが、今からこちらを茹でていきたいと思います。茹でるときにですね、このジップロック、またこういう袋がですねちょっと薄いと袋が溶けてしまう可能性があります。なので絶対にここだけ注意してください。できるだけ分厚い袋を使ってください。沸騰したらですね、これもう消してください。いきます。さあこれで火を止めました。この火を止めた状態で、この沸騰したお湯の中にこちらを入れていってください。そしてこのまま蓋を閉めておいてください。30分待つだけです。それではその30分待つ間、皆さんお待ちかね、北南チャンネルの続きをどうぞ。ここ何だました。北南チャンネルはそこまで来まして完成しましたので見てみましょう。こんな感じです。では切ってみましょうかね。しょ、いい感じにもう火通ってますね。ではいただきます。うん、うまっ。あ、ジューシーです。うん、ちょうどいい火加減。そしてレモンと黒胡椒がしっかり味しめてます。よかったら皆さんも真似して作ってみてください。そして北南チャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。以上、令和北南河野でした。